はい、皆さんこんにちは。ダイビングインストラクターのしゅうです。今日はですね、熱烈先生のダイビング講座っていうわけではないんですけども、一発目の台風の最中で、僕たち台風になるといろんな機材のメンテナンスとかね、ウェットスーツの修理とかレギュレーターの掃除とかマスクの掃除とか、そういうのを結構やるんですけども、一番今手こずっているのがですね、今日動画を回そうとしたのもこれが理由なんですけども、こいつです。はい、これが、まあ、今スタッフ用でね3つあるんですけども、まあ、皆さんもね、お客さんで見たことある人も多いと思うんですけども、僕たちがガイドするときに水中スレート、メーカーが出してるスレートを使うと、ちょっと文字盤が小さくて割と書くこともすごく狭くなるし、またなんか我々の思いを伝えたいこともなかなかうまく伝えづらいことがあってですね、昔からもう何十年も前からですね、僕たちが使ってるのは子供のおもちゃのこういうお絵かき先生っていうやつを使ってるんですけども、だんだんこのお絵かき先生も進化していって、昔は結構すごい、まあ長くガイドやってる人はよく知ってると思うんですけど、分厚くて結構盤が弱くて欠けてしまったりとか、いろんな問題があったんですけども、数年前ぐらいですかねから、すごい薄型のいいこの先生っていうのが出て、これは僕かなり愛用してたんですけども、結構これ愛用してるガイドも多かったと思うんですけど、これが2年前ぐらいかなに廃盤になって、今それを探しても一切出てこないっていう状態になってたんですよ。でそれが去年またタカラトミーが新しい先生っていうのを出したので、ああよかったと思って買ってみたんですけど、多分ですけどこの磁石の部分をすごい節約していて、めちゃめちゃ字が薄いんです。でめちゃくちゃ字が薄くて、水中でちょっとお客さんに書いてもんっていう反応になるぐらい薄い感じで、いやこれダメだ、使えないなっていうので、だけどこの大きさはちょっと、大きさはやっぱり譲れないと、これぐらいの大きさが欲しいっていうので、ちょうどその頃、まあ、写真に出しますけども、ジッキーっていう別のボードが販売されたんですよね。これは結構安くて、この先生よりも安く手に入るんで、ジッキーっていうのを買って使ってみたんですけど、ジッキー自体は今度は薄っぺらすぎて、水中ですごく使いづらさがあったので、僕たちはそのジッキーの板とこの板がほぼ同じサイズだったので、いつもこのタカラトミーのボードを買っては、この後ろのネジ、一個一個全部ステンレスのネジに変えといて、ボードの板が、先生ってこうやって傷つくんです、めちゃくちゃ。この磁器の板が。で、これが傷つくと、そのジッキーの板を改造して、ここの中に裏を開けて入れて使うっていうようなことをしてたんですけども、なんとそのジッキーまでが生産停止になってしまって、今現在、僕が今日半日ぐらいずーっとインターネットで探したんですけど、今現在、僕たちが使ってた当時のお絵かき先生に匹敵するボードがないんです。で今日本当にいろんなお絵かきボードのサイトとかいろいろ見て、とりあえず3つぐらい買ってみたんですけど、まあそれがね届いてどれぐらいなものなのかによって、またここの板が変えられるようなサイズなのかとかっていうのもちょっと物が来てみないと分かんないんですけど、結構ねいい値段もしながら買ってはみたんだけど、なんか合わなそうだなっていうような感じで、非常に今困っていて、ずーっと今サイトを見てて疲れたんで、もうこれ動画回そうと思ってちょっと動画を回しました。まあ大した内容のあれじゃないですけど、ガイドの悩み動画です。でこの先生ね、僕たちこうやって持って水中入ってると、やっぱりエキジットの時とかガンガン当たったりとか、どうしてもね板が大きいので傷ついてっちゃうんですよね。これなんかももうこうやって磁石がねこうなっちゃったり、これもみんなそうですね。だから大事にみんなスタッフも使ってるんですけど、どうしてもなかなかうまく傷がね絶えないんですけども、もし誰かこのお絵かき先生クラスのね濃いものを知っていたら、ぜひ教えてほしいなという思いも込めて今回動画にしました。はい、ということで、今回は本当にたわいもない動画なんですけども、お絵かき先生がない、そして今のお絵かき先生は水中では使い物にならない、そして実機も販売停止。さあ僕たちは水中で案内するのにどういうボードを使ったらいいのかっていうのを今悩んでるので、何かいいボードをね知ってるガイドさんとか、またガイドさんじゃなくても、僕こんなん使ってていいよっていう人ぜひコメントください。待ってます。今日は台風で海もお休みで、じーっとネットをこういろいろ見ていたんですけど、メルカリにもない、ヤフオクにもない、もちろんアマゾン楽天にもない、あるやつは全部薄いやつ。このお絵かき先生 SS の01っていうのはもう新しいんですけど薄いんです。これの SH の01っていうのが濃いバージョンなんですけど、それがなかなか見つかんないんですよね。まあもう廃盤になってるんで仕方ないので、なんとか
考えていくんですけども、まあ、僕たちが水中でねこう表現していくものっていうのは手での表現があったり音での表現があったりまた文字を書く表現があったり表情での表現があったりするんですけども、まあ、水中で皆さんとコミュニケーションを取っていくっていうことはとっても重要なことなのでガイドとしてもこういう道具をなんとかまた工夫して作りながら皆さんにいいガイドができていければなと思います。いよいよまあ6月に入ってきて、忙しくなりますので皆さんのお越しを心よりお待ちしてます。今日はこんなお絵かき先生動画でした。じゃあまた次回は熱烈先生のダイビング講座でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。